新山岬愛知朝誉れオンワードガイ直木大帝武タスタイトーメトロ王冠東洋早手新軍エリモカップユーモンドミリオンパラ浜のパレード菅野誉れランドプリンスの15頭でございます。しかしまだ1頭もゲートには入っていません。一目大帝武をそしてランドプリンスをオンワードガイをと詰めかけましたお客さん9万人余り。しかしこの雨がどうこの15頭に影響いたしますか。14番の菅野誉れが入りました。1番の新山岬オンワードガイそれから7番のメトロ王冠もゲートインです。新軍が入りました。そして注目の大帝武浜のパレードのゲートイン11番のユーモンドも行きました。あと4、5頭になりました。北へ抜かれましたサラブレッド小馬が 3200m の長丁場に栄光の座をかけてスピードとそしてスタミナを競う天皇賞第67回のスタートです。さあゲートが開きました。ミリオンパラが例によって出遅れました。愛知朝誉れも下がっています。先行争いですが例によって直樹が行きました。直樹それから新山岬でやりますが6枠から1頭ユーモンドあたりでしょうか。直樹が先頭に立ちました。新山岬そしてエリモカップが3番手それからメトロ王冠が続きました。大帝武は5番手におります。そしてランドプリンスがその後ろに上がってきています。新軍浜のパレードオンワードガイ初対抗と続いています。縦に長い展開になりまして第3コーナーであります。直樹が先頭であります。直樹先頭で坂を下ります。2馬身くらいのリードがありましょうか。激しい雨をつきまして第4コーナーに向かいます。直樹先頭新山岬が依然として2番手であります。3番手エリモカップ3番手エリモカップメトロ王冠そして大帝武が現在5番手大帝武ランドプリンス新軍浜のパレード菅野誉れこの辺りが固まっておりまして第4コーナーであります。さあ大帝武が1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。あたかも緑の絨毯を行くようでありますがこの緑がそのまま栄光のゴールにつながっています。1周目のホームストレッチ季節して上がる歓声と拍手でありますが先頭を行きます1番の新山岬。新山岬が先頭に立ちました。新山岬が先頭に立ちました。そして直樹2番手メトロ王冠が3番手でありますがあとは固まっています。大帝武5番ゼッケン番号5番大帝武これをマークするように浜のパレードとそしてランドプリンスちょうどこの3頭が固まっています。その後ろに初対抗と菅野誉れオンワードガイはその後ろにおります。15頭はあまり離れません。第1コーナーを右にカーブしました。平均ペースになりました。新軍が内を通って3番手に上がっていきました。この辺りでユーモンド内を通ってユーモンドかユーモンドが先頭に立とうというところその外へ新山岬この2頭は並びました。直樹3番手新軍4番手大帝武はちょうど中段におります。大帝武ランドプリンスはだいぶ下がりました。菊花賞とは一転してランドプリンスは後ろから4頭目オンワードガイはちょうど中段であります。オンワードガイは内々を通ってちょっと先行集団に上がろうというところ大帝武とオンワードガイそして浜のパレードこの辺り並んでいますが大帝武はだいぶ下がりました。大帝武は後ろから4頭目大帝武は後ろから4頭目さらに後ろから2頭目ぐらいまで下がってしまいました。大帝武は後ろから2頭目ぐらいに下がっています。先頭はこの辺りでまた新山岬激しく入れ替わります。大帝武は後ろから2頭目大帝武は後ろから2頭目新山岬が先頭直樹2番手であります。外を通りましてエリモカップでありますが大帝武は後ろから2頭目まだ後ろから2頭目その前にランドプリンスオンワードガイが固まっています。エリモカップが3番手に上がりました。エリモカップ外から勝対抗か外からずっと勝対抗がいったかさあ坂を下ります。激しいレースになりました。激しいレースになった新山岬先頭新山岬その外へ勝対抗勝対抗であります。そしてからエリモカップ東洋カヤテが外を通って差を詰めてきた15頭が固まった。さあ大帝武もこの集団の中浜のパレードもこの集団に入った完全に固まった完全に固まった。さあ第4コーナーでありますが勝対抗かドロンコになってきた。エリモカップ一番内へ新山岬さらに直樹であります。直樹が来た直樹が来ました。新山岬先頭か新山岬か外から勝対抗ドロドロ真っ黒け大帝武来た大帝武来た一番外を通って大帝武か直樹来た直樹が来ました。さらに3番の愛知朝誉れかさらにオンワードアイか外を通って大帝武か大帝武か4拍流星大帝武大帝武だ大帝武先頭だ大帝武先頭大帝武二冠の貴公子に春が訪れます。大帝武一着大帝武一着2着に勝つ対抗です。2着に勝つ対抗です。14番の菅野誉れは競争を中止しています。
しいレースになりました。